このスバ。ところで、ユンユンは里の外でうまくやっているのかい？ユンユンはピンチの私たちを助けてくれたことがあるわ。ビカビカ光る剣みたいな魔法でモンスターをやっつけてくれたの。それってライトオブセイバー？上級魔法よね。あれ？ユンユンって中級魔法使いじゃなかった？もうその話はいいから。中級魔法使い？コウマ族なのに？ちょっといいか？ユンユンのことなんだけどさ。さっきの話ですか？ああ、コウマ族って上級魔法を使うチート集団だと思ってたから、ユンユンが最初は中級魔法使いだったって聞いて意外でさ。実はそれには事情があるのです。私は学生の頃、爆裂魔法を覚えるためにスキルポイントを大事に大事に貯めていました。ある時、米子が凶暴なモンスターに襲われて、ユンユンがとっさに中級魔法を取得して米子を助けてくれたのです。本当は上級魔法を取得するために貯めていたはずの自分のポイントを使って、それってメグミンが爆裂魔法を習得できるようにかばってくれたってことか？別に頼んだわけではないのですけどね。メグミンよりも一級の魔法使いなわけだし、結果オーライよね。そうだな。で、何の音だ？魔王軍め、私の目が黒いうちはここは倒産。なんだこの女は、一体何がしたいんだ。シルビア様、こいつの目的が分かりません。お下がりを。なんで邪魔な女だ。助けを呼びに行くわけでもなく、強力な攻撃をするわけでもない。言っておくが、私に生半可な攻撃は通じないぞ。幹部の名に恥じぬ卑劣な攻撃を仕掛けてこい。よく持ちこたえた。里の人たちを呼んできたぞ。
しまったのか。せめて魔王軍にもう少しいたぶられてから来てくれた方が。お前はちょっと黙ろうか。せっかくの活躍が台無しだからな。そう、仲間が来るまでの時間稼ぎだったのね。ここまで耐えた防御力からしてかなり高レベルのはずだけど。攻撃を当てなかったのも演技だったのかしら。バレてしまっては仕方がないかな。シルビアとか言ったな。そこにいるクルセイダーは魔王軍幹部バニルと渡り合った猛者だ。バニルですって。アクセルの町に行ったきり帰ってこないって聞いたけど、まさかあなたたち。そう、このメグミンがとどめを刺した。あのバニル様を。それだけじゃない。デュラハンのベルディア、デッドリーポイズンスライムのハンス。果ては機動要塞デストロイヤーに至るまで俺たち4人が討ち取らせてもらった。ああ、カズマさんったらまた見え張っちゃって。見たところあなたがそのパーティーのリーダーね。名前を教えてくれないかしら。名前？相手は魔王軍だ。ここは安全策を。俺の名はミツルギ。ミツルギ京也だ。覚えておけ。この男、土壇場でへたれましたよ。あなたが魔剣使いのミツルギ？こんな強力なパーティーに出くわすなんてね。ここでお前を倒しても高魔族の力を借りたみたいですっきりしないな。感謝するわミツルギ。また会いましょう。その時こそ決着を。撤退！思わず言ってしまったが、偽名はまずかったかな。今度ミツルギにシワシワでも奢ってやろう。おはよう。よく眠れたか？キャッ！お、は、よ。どうして人の手を握っているんですか？とうとう超えちゃいけない一線を超えちゃいましたか？バーカ、寒くて思わず手を握っちゃったんだよ。
そもそもこの状況はお前の母ちゃんのせいだからな。みんなを眠らせてこの部屋に俺とお前を閉じ込めたんだぞ。好きでこんなことしてるわけじゃない。そうですか。いらぬ誤解をしてしまいました。ごめんなさい。おう、いいってことよ。この巣場